こんにちは、竹内美香です。今日は苦手だと感じることへの向き合い方についてお話をしていきます。私たちは生きている中で、それだけはやりたくないと思うこととか、それだけはできないと思うようなこと、そういうことに出会うことが少なくありません。そんな時に心の置き方とか在り方によって、そのことへ向き合うスタンスを変えていくことというのは心理的な療法として可能なんですね。今日はその自分でできるワークとしてご紹介をしますので、ぜひ一緒にチャレンジしてみましょう。まず大前提として、させられてる感っていうのを自分の中から取っ払うというのは大事です。なので、そのひどいことさせられてるとか、もう本当に苦手なことをさせられてるという、そのさせられてるというふうに感じるという思いは、感じてたり頭の片隅で思ってたりしたとしても、このワークの間は一旦外に、脇に置いておいてください。それを今すぐ消す必要はないんですけども、それがあるとこのワークがやりづらくなるので、一旦脇に置いて抜いておきます。そしてイメージしやすいように、今日はゴブレット用意したんですけども、花瓶を用意したんですけど、本当はバスケットとか、大きめのゴミ箱でも構いませんので、その中にいらない感情を入れていくということを一緒にやってみましょう。まずだいたいその嫌だなと思う気持ちというのは、ハートの中とか胃のあたりや溝落ちのあたりとか、あるいは頭の中にもやもやとした、例えようのないエネルギーの塊みたいなのを感じる方というのは多いと思うんですね。でそれをまず自分の中で実際に手を動かしながら取り出して、この中にどんどんと入れていきます。それはマジックみたいに口から出しても構わないですし、目で見るものが気になっているようだったら、この目の中に入っているエネルギーがあるとして、こういうふうに取り出してこの中に入れるでも構いません。頭の中にいろいろ渦巻いたエネルギーがあると思う方は、こうやって頭の中からエネルギーを取り出して、この中へどんどんと入れていきます。これを気が済むまで実際に手を動かしてやってみましょう。心っていうのは体と密接につながっているので、体の動きを加えることによって、より心のモヤモヤは取りやすく、動かしやすくなっていきます。ですから、ただ頭でずっと考えるより、こうやって手で動かして取っていくっていうのはとっても有効なんですね。そしてこの中にいっぱいになったら、これをお部屋の外へ持って行って捨てるようにしてください。くれぐれもお家の中で捨てないようにしましょう。自分の中から出たエネルギーですけれど、それがまた部屋の中に戻ってくると、それをいつでも体に呼び戻してしまうことになりますので、外に持ってって捨てるというふうにしてみてください。捨てたエネルギーはやがて大地へ流れて、そしてそれは、いずれまた蒸発して大気に戻っていきますので、私の出したエネルギーで地球を汚したとか、そういうふうに心配する必要はないかと思います。そして最初に思っていた苦手だと思うことについて、もう一度感じてみましょう。さっきほどモヤモヤはなくなっていることに気づくかと思います。まだまだいっぱいあるわという方は、入れ物を変えたり、やる場所を変えたりしながら、ご自分の中からこうやって掴んで捨てる、掴んで手放すということを何度もやってみてください。そして、もう一つ有効な方法は、お祈りをするということなんですよね。ベストなことが起こりますようにということだけをシンプルに朝と晩祈ってみてください。祈るというのは、手を合わせるでも指を組むでもいいんですけれど、何々がこうなりますようにとか、何々がこうなりました、ありがとうございます、そういうふうに祈っていきましょう。日中頭の中で、どうしてこんな目に遭うのっていうことをいっぱい考えていて、その時間が多ければ多いほど祈る時間が減るわけですよね。ですから、なんでなんでと思った時には、どうしたら変われるかなとか、こうやって掴んで捨てるという動作をやってみるとか、そしてもっといいことが起こりますように、あんまりここでスペックを指定しない方がいいので、宇宙にお任せするということで、ベストなことが起こりますようにというふうに感じて祈ってみられると、すぐに物事が動き始めると思います。それは今感じている物事の捉え方が変わることであったり、何か助け舟が出されたり、あるいは本当にその問題自体が消えてしまったり、そういうミラクルが起きてくると思いますので、ぜひ取り組んでみてください。それでは今日はここまでです。またお会いしましょう。